うわぁ、すいません。朝。朝。バック。朝。本当ですか？今、ファンスイッチを見ちゃってました。見てないです。残念ながら、ここら辺でした。残念、見せろよ。もうちょっと待って、見てるわよ。いやいや、許してください。ちょっとレポート入れて、決めてたんですか？やっぱあの時君のところはじゃあ後ろに行きます。はい、はい、行ってください。山本さんの時に行きます。5秒前、4、3、2、はい、今日もとっておきの一枚を持ってまいりました。よろしくお願いします。今日はですね、はい、もういきなりですか、じゃあ山本さんと野上さんだけガッチョンが今取れなかったんで、あれカトンか、よかったよ。いや、もうガッチョン全部カットなんていらない。はい、こちらにどうぞ。のガチャーン！手は本当に動かさないんだよ。絶対でも2人でガチャーン！なんか手がいやらしい。え？力強く力強く引くんですね。そうそうそう、あ、離しちゃダメなんですよ。パワーゼック、パワーゼック。いいね。私クレイジーケンバンドが大好きで、クレイジーケンさんが朝の時に声のお二人のツーショットガチャーンはツーテイク取り直した人。よし、気合が入った。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。普通の目なのでちょっとここら辺が見えないのよ。やっぱり還暦なんだよ。おいおいじゃあちょっとこれ台本下げます。アラブの前に下げてもいいよ。はい、アラブの前に下げます。台本下げます。ニキさんのやつ、はい、はい、よろしく。じゃあ今日眠いから。そうですね、この歌が大好きで歌手になれなかったミキさんなんですが、はい、その歌手になった きっかけをお聞きしたいんですが、ね、これは、うん、いろいろあるけどね。あずささんは覚えていらっしゃらないと思うんですけど、私ね、覚えてるんです。覚えてます。実はね、一緒のステージで歌わせていただいたことが、ね、あるんですよ。で、そして昨年、このそっとしておいて、ね、そこに反撃反撃思い込む人もいるかもしれない。え、ちょっとこういうの飲む。いや、そうだ、逆にこの感じで還暦やとびっくりします。びっくりしますよね。びっくりするからね。え、還暦って40歳だっけと思うかもしれないけど、どうする。まあ、みんな、あれ還暦って何、6時間寝たらいいとか7時間寝たらいい。普通はね、一般の人はね、俺たちの世界ってさ、まあ、バラバラだからさ、バラバラだからさ、この中でね、絵の話、はい、待てよ。まあ、他脱線しても OK な、はい、参りました。いくらでも編集できますんで、はい、じゃあいきますね。5秒前、4、3、2。ミス、ごめんなさい、すいません。じゃあ僕、はい、3、2。ミカサユウコさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみにしてました。ありがとうございます。もうね、私も、もうバーンと置いてありまして、もうこれ、ね、素敵な絵を。私ね、そんなに、はい、長くないんですけどね、はい、最初は中学生の時に美術部に入って、はい、もちろん水彩画やってたんですけど、でも年数結構7、8年なんですよ、初めてから。でも描くのはそんな暇がないから、まあ、日本画はね、ただ工程が足りないです、日本画って。次2本目いきまーす。ごめんなさい、車。大丈夫です。17時、どこにあるんですか、下に。新曲。すいません。なんで、すみません。ちょっと変なキャラで前に、まあ、友達ワッショイで。あ、そうですよ。いや、ワッショイの時あんまり時間経ってないのにグッと綺麗になられた。上手だね。いや、ほんまに何かあったでしょ。いや、あれが何もない。なんかあれが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 いらっしゃる。いや、もちろんそれ分かって上で、はい、そあれがって話してるんですよ。あれところで通じ合う。あら、あーですね、だって。それはじゃあトークで。綺麗になります。お願いします。お願いします。お願いします。はい、行きましょう。もう、じゃあ大好きですよね。本当大好き。ちょっと私の自慢話聞いてもらって。いいですか。どうぞ。あの、ですね、イーグルを出したと。おー、すごい。じゃあ曲受けです。あずささんの曲受けまで5秒前。4、3。あら、はい、 OK よ。はい、はい、また5秒前。4、3、2。大石まどかさんで戻り橋お聴きいただきました。
素敵ですね。なんか年中組はまだ若い時の恋だったら、はい、また次があるかなとか、ね、次のなんか素敵な人がっていうのもありますが、年中組を増してこれが最後の恋っていうので諦めるっていう女性、はい、いやこれからなんか自分もその年代に入っていくと思うとちょっと切ない。そうですね。なんかすごいなんで痩せましたよ。いや、痩せたでしょ。遠くから見てわかったんですか。遠くから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 。なんかね、タイムがね。タイムがね。タイムがね。アラブの王様に。何遅いですね。え、興味が違う。今の何で遅いですよ。トーンが違うのと勘が違うのと。やっぱり還暦すぎてるね。勘ですか。勘だね。勘。勘。勘。じゃあ例えばあずささんのゲスト紹介からいきます。はい。5秒前、4、3。おい、ごめんなさい。待ってなかった。花咲ゆきみさんです。どうぞよろしくお願いします。いつもキュートな花咲さんですよね。なんか、はい、韓流ドラマにハマってるということで。何韓流あ、よかった、さっきまで韓流韓流って言ってたじゃん、お前間違っちゃうと思うんだった。ちょ、だから、違う、韓流だってでしょ、韓流さっきまで韓流って言ってたんですよ。今日初めて知ったんですよ、韓を韓って読むって。なるほど、怒ってやってください。だから韓国の韓はあと書くんじゃなかったっけ。そうよ、韓国の韓大事でしょ、韓流で。韓流だだから最近進まないじゃないですか。ね、ハマってらっしゃる。そうなんです、はい、ドラマってこれでもか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 って不幸になってるじゃないですか。そうなんですよ、あそこがすごいなって。あ、私たちの姉が実はハマってて、はい、姉が昼間にね、DVD 借りてきて見て聞くと、もうこれでもかこれでもかってだんだんね、事故にあの会えないの、こうするの、ああするのってくるんですよね。あ、そう、うん、それからハマっていくの。そうなんです。こうなんだって、日本のドラマには絶対ありえないような。 4ABC ちょっと、今良かったけどね。来ちゃめな、もう爆笑。ちょっと笑っちゃったね。来ちゃったって感じですよね。でもぜひこれね、あの、はい、結婚式にもよく出るじゃないですか、この曲、はい、演歌場で聴いてみたい。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあいきますね。はい、どっちだっけ、下だっけ。とりあえず下ですね、はい、頭の6秒ぐらいはテロップが出ますね、はい、いきますね、はい、5秒前、4、3、2。今週も始まりました、火曜最前線、光の野上浩二と安住優子で番組を進行させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。兄さん、はい、今日ずっとほら入ってくる時からずっとなんか追いかけてるんですが、ドキュメントでも作るんですか。いや、これね、YouTube っていうね、 YouTube あります。あるでしょ。え、あります。それでずっと流してもらえる、今日は。え、特別に。あ、今これを撮ってもらって YouTube で見られるんです。ご覧になれるんです。え、そうなんですか。アラブからなんかカメラマンさんがいらっしゃってさっき言われたんですが、あの、アラブでも流れる、アラブでも流れるよって言われて。世界、世界、世界で流れる、はい、え、この火曜最前線のこの場が世界に流れるんですか。そうです、今。うわ、ちょっといいですか、私一つ言っていいですか。どうぞ。お婿さん募集してます、よろしくお願いします。どっちの会話で言ってんの。お婿さん募集、よろしくお願いします。すごいですよ、兄さん、うん、これでも、ほら、皆さんがこの YouTube のこの今の場面を見るにはどうしたらいいんですか。野上浩二で検索してもらえば出ます。で、火曜最前線も出る。出るんですか、はい、火曜最前線、火曜最前線発音チャンピオン、火曜最前線ですよね。それと朝月 .com、 こちらからもどこでも出るわけですね。で、ちなみにこれをご覧の皆さんに、あ、僕は、私は野上浩二さんにこんなことしてほしい、あんなことしてほしい、こんな、こんな噛まない野上さんが見てみたい、そんなこともいいわけですか。OK ですよ。いいですか。何でもやるんですか。でも、だって自分で YouTube いろんなもので今流してもらってるんですけど、お弁当を食べてるシーンとかね。本当ですか。本当、あの、ご覧になってみてください。お弁当を食べて、あれ、自分で化粧してますって。あ、あのね、世界に流れちゃってる。おかしいな、なんか
あれだって私が流れてるの、私もあずさゆうこで検索すると YouTube 出てくるんですが、私は大体歌ってるとこですよ。だからそれは綺麗すぎるの、綺麗すぎるの。僕も何でも見られちゃう。例えばこう、じゃあ私ですよ、こうそれ見てて、じゃあ私野上さんの全てが見たい、シャワーでも浴びてみて、全部やるんですか。一応やってもやってもよやってもよ、見たくない人もいるかもしれないから、ぼかし入れるとかさそれを見たらですよ、それを見て、あ、野上さんは洗う順番はどこかなとかいろいろあるわけじゃないですか。うんうん、いいね、それもね、やってみる。やってみたい。本当、ぜひあの皆様、こちらの皆様、こちらの皆様、野上さんのこんなとこが見たい、あんなこんなとこ見たいです、あんなこんなことがして見てもらいたいとか、ね、こんな曲を聴いてみたいとか、ね、そんなご要望がありましたら、どしどしいただきたいと思います。はい。はい、そう。でね、新曲の時に YouTube 入れてもらったの。でね、あの自分のね、明石家さんま札幌のカップリング、2人のナイトラブルでしょ。チュチュチュ、あれなんか本当にね、本当恥ずかしいんですけど、パンツのここまで見えちゃったんだよ。私見ましたもん。でもね、それはね、もうちょっと見たかった。そこで終わりぐらい。OK、OK、ね、はいはいはい、そこで終わりで終わり。そこで終わり。いや、だってここだけじゃないの。ね。じゃあエンディングいきましょう。告知です。はい、じゃあ、もうすぐ誕生日ですねみたいな。で、まずツーショットのようからいきます。5秒前、4、3、2。おはようございますどっちから話進んだったっけ。兄さんからですよ。何だって言うんだっけ。今日のかよさん先生、いかがでしょうか。から始まりますよね。どうしようですか。還暦をお迎えになってからちょっとなんかさっき老眼だって話もしてましたし、じゃあ行こう。はい、行きます。はい、もうそのまま続けて、どうぞ。どっかで始めるね今日のかよ先生いかがでしたか。今日のかよ先生いかがだったでしょうか。はい、まあいろんなことがありまして、ほんと今日はなんか私ね、寝てたような寝てないような本当に。いや、でも今日はほらね、もう YouTube のね、もうアラブからのカメラマンさんもいらっしゃったし、また素敵なね、お話のねゲストの方にねお聞きねいたしましたし、もう11月も終わりになってきて、もうそろそろほら冬のね年末に向けてダッシュですが、そうです、私もダッシュさせていただきまして、ダッシュというよりもですね、12月の26日なんですけども、12月26日やはり私の地元滋賀でですね、大忘年会をやろうかなと。大忘年会、いいじゃないですか。感謝で、感謝で、ファン感謝でみたいな、兼ねて、兼ねて、もう皆さんでカラオケをやりながら、そして自分をその中で司会をやったりしようかなと思って。あ、いろんなことも、もう何でもやろうかなと。歌あり、司会あり、プレゼントコーナーとか、そうそうそう、いろんなことあるんですか。企画しながら。場所はどこ。越谷のサンシティ霧の間というところです。はい、何時から。これね、昼夜やる予定で今いるんですけど、ちょっとね、まだねなんと見えないんだけど、まあ、告知がそうですね、出ると思いますので、はい、じゃあ12月の26日ですね、はい、ファンの皆さんと忘年会、はい、ぜひ皆さんも来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お待ちしております。では、じゃあ来週は行きましょうか。はい、じゃあ大丈夫です。ちょっとお金になります。はい、カメラ見せるでお願いします。はい、はい、じゃあ行きます。はい、3、2。来週は浜ひろやさん、沢金次郎さんの司会でお送りしたいと思います。どうぞお楽しみにどうぞ楽しみにお待ちください。そこから言いましょうか。俺ダメよ、実はだったりして。あ、ごめんなさい。さあ、では、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。でもシャワーシーン見たいですね。見たいですね。どっから洗うのかなって見たいな。俺大体ここなんだよ。